こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は序章名優の旅路48ページの10凱旋帰国から解説していきます。10凱旋帰国。勝利者として凱旋帰国できるか、敗者として帰国するかはあなた次第です。勝利者には次の重要な仕事が待っています。しかし、敗者には恩赦に椅子すらないかもしれません。成功するまで帰国しない覚悟も必要なのかもしれません。自分の責任を果たすことが何よりも重要です。地位、過去の成功にしがみつく。今まで海外では自宅にプール、メイド、専属の運転手がつき、王様のように自由奔放に生きていられたのが、本社に帰ると全てなくなり、さらに目の前には上司がいる状態になります。急に窮屈さを感じるようになるかもしれません。ここで目標を失った人は、次のヒーローズジャーニーに向かうことができない状態に陥ります。この時点で目標を見失い、転職する人も多くいます。では、ここまでの解説を久野会長お願いします。はい、こんにちは。これ一つのですね、仕事が区切りがついた時なんですね。で、区切りがついた時にどうなるかというと、もうやりきった感っていうのが人間出るんですよ。すごく苦労して何かのプロジェクトを立ち上げて終わった。この終わった時にですね、もう終わったなーっていうね、感覚。で、ここで休憩したくなっちゃう。休憩したくなっちゃう人は、次のステージに行かずにですね、過去の成功にしがみつき、もうこのまま人生も終わってしまう。ここでね、大きくね、二つ分かれるんですね。で、過去のものはもう過去だ。どんなに頑張ってもそれは過去頑張ったものだから、これからの頑張りが重要と思う人と、過去の自分の努力や成果にしがみついちゃう人、ここで二つの道がある。絶対にね、過去にしがみついちゃダメ。どんなに成果あげようと。それはもうすでに過去のものだから。成果っていうのはね、未来に作るものなんですね。だから今までどんなに努力してもね、成果あげようとも、これからの努力とこれからの成果以外は、自分の人生にとってプラスにならないんですね。で、ここで休憩モードに入るかどうか。入ったら人生はそこで終了しちゃうんです。ここが今日のポイント。